お魚メンバーへの指令、リボーン。なんかちょっと、なんかちょっと、まあ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 。はい。ということで、神奈川県ラジオネーム、孤独な太一さん。お魚ちゃんこんばんは。こんばんは。ぜひとも僕が女性に言ってもらいたい願望の言葉をお願いします。おや、どういうこと？もちろん、こんな言葉を言われたことなどありません。だからどうしてもお願いしたいのです。部屋に帰っても毎晩何もすることなくだらだらと寂しく過ごしている自分にこんな電話が来たらと思うとそれだけで心が弾んでしまいます。小さくて大きな夢を叶えてください。よろしくお願いします。どっちなの？小さくて大きな夢。おやこれちょっと怪しい方向に来るぞ。言ってもらいたい言葉、はい、ねえ心臓が痛い。心臓が痛い。やばい、これ棒読みで読めばいいのかな。今はいいよ、うん、いいよ。遅い時間にごめんね。急に太一くんの声が聞きたくなって電話しちゃった。じゃあじゃんけんいくよ。ちょっと待って、勝った人でしょ。絶対負ける。でしかもアンコール来るんだよ。2回なの。絶対2回言わなきゃいけないのもんな。マジで無理。ちょっと待って、風花がもう本当に。いいかね。負ければいいんでしょ。負けたい。マジで負けたい。これに関しては本当に。いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、怖い。怖い。超怖い。いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。わー、最高。やばいこれ。いや、最初はグッジャケパイ。うわあ、行こう。ちょっと待って。最初はグッジャケパイ。うわあ、行こう。最初はグッジャケパイ。うわあ、行こう。せーの、最初はグッジャケパイ。うわあ。やったー。本当にダメ、本当にダメ。あと私そうなっちゃう。怖い、怖い、これはまずい。なんて本当にまずい、これは。怖っ。神様、仏様。何出せばいいの？寺口家の先祖代々の皆様、私に力を。もういいや、はい、よ。最初ゲンジャケパイ！イェーイ！3回目じゃない？そしたら。ああ、もう本当に嫌だな。半端ねえ。じゃあもう、ダラダラしててもあれなんで勝手に行きます。はい、ということで、ラジオネーム、孤独な太一さんから届いた、言ってもらいたいセリフ、私、神崎うかが言わせていただきます。じゃあ、いいですかね。行きます。遅い時間にごめんね。急に太一くんの声が聞きたくなって、電話しちゃった。めっちゃ顔がやばい。あーもうダメだ。やばい、喉つぶれる。このさび、さび方したらやっぱまずい。いきます。頑張れ。遅い時間にごめんね。急に太一くんの声が聞きたくなって電話しちゃった。空飛ぶ魚のトマトケトマトン。改めまして、こんばんは。空飛ぶ魚の神崎風花です。山崎真奈です。寺口夏香です。はい、というわけで今夜もスタートしました。空飛ぶ魚の飛ばなきゃソンソン。ここからの30分間は私たち空飛ぶ魚にお付き合いしてください。はい、早速ですが、番組のオープニングに発令された新ミッション、お魚メンバーへの指令リボーンですが、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に勝ったね。よかった、マジで。うん、ありがとう。こういうのが来るから、本当に本当にそういうとこだぞ。なんか親って思ったよ ね最初の方。え、これさ、シリじゃダメなの？シリに話、なんかちょっとこれはメンバーに頼っちゃダメ、うん、うちらに。そう、こういうの逃げちゃダメ。自分が言われるように頑張んないと。あ、そうだよね、うん、言われたことがないでしょ。ダメだよ、これでさ、あ、もう。あ、頑張ってよ。ダメ人間だ。ごめんなさい。だからそう、頑張って。そう、そういうの
はさ、本当に言ってもらった方がいいじゃん。うん、そうだよね。これは、本当に気持ちじゃないんだよ。うん、無感情なが、おい、なんか突っ込まれるよ。もうダメ。ちょっともっとね、はい。ちょっとお察しください、皆さん。はい、ということでね、まあ、こんな風にとは言いたくないですけど、はい、私たちに言ってもらいたいセリフや叫んでもらいたい言葉を、お魚メンバーへの指令、リボンまで送ってください。はい、ということですね、今夜は、私たちからのお知らせのお話をしたいと思います。はい。5月25日の定期公演で、あの、発表した内容をザザッと言いたいと思います。はい、たくさんね、いろんなことが発表されて、これからが楽しみになったんですけど、まあ、まずは読み上げますね。うん、はい。ということで、まず一つ目はですね、タイアップのお話です。7月よりテレビ放送開始予定のダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2のエンディングゲーテエンディングテーマに空飛ぶ魚が決定しました。やったー、すごい、嬉しい、ありがとうございます。うん、すごいですね。そう、そのタイトルがですね、セカンドシングル、うん、ささやかな祝祭ということで、うん、7月24日水曜日発売です。はい、やばいね。嬉しい、ありがとうございます。びっくりだよ。うん、ということでですね、まだもう一つありましてですね、はい、10月よりテレビ放送開始予定、ハイスコアガール2のオープニングテーマ担当決定しました。やったー、ありがとうございます。嬉しい、やばいね。うん、最初のハイスコアガール、うん、まあ1って言ったらいいのかな、うん、ハイスコアガール1期のね、うん、アニメに続いてまた2もオープニングテーマということで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。だから2クール続けてうちらはやらせていただくんだよ。本当だ、すごい、すごいよね。今のマナちゃんの絵めっちゃ嫌だ。なんか本当なんなの、面白かった本当に。なんかもう空飛ぶ魚、はい、みんなアニメが好きで、うん、特になっちゃんとかまなちゃん本当にアニメ結構ね好きだから、なんかどう、うん、え、嬉しい、だって知ってるもん。うん、そっか、断末、うん、すごいよね。そうそう、やば、やば、嬉しいです。エンディングは初めてだね。エンディング初めて、確かに。どうどう、まなちゃんは。え、あのね、私今見始めてるんですけど、おー、やばいね、うん、超かわいい、やばいよね、超かわいい、かわいいよね、神様。そう、頑張ります。いや、頑張らせていただきます。お願いします。ということでですね、そちらも楽しみにしていてほしいんですけれども、うん、もう一つ お知らせがありまして、うん、はい、なんと空飛ぶ魚ツアーが決定しました。やったー。タイトルは空飛ぶ魚ライブツアー2019天球の地図です。わい、またシャレオツな名前がつきましたね。天球の地図、また覚えなきゃ ね、やばいよ、天球の地図 ね、これが、はいはい、そう、透明半島ツアー、うんうんうん、ちょっと順番は違うんですけど、うん、透明半島ツアーということでですね、うんうん、7月6日東京、7月21日大阪、8月12日名古屋、9月22日東京ファイナルがヒューリックホールさんにてあります。あー、すごい嬉しいです、ね、ありがとうございます。初めてだよね、ツアーというか、初めて、そうで、嬉しいです。嬉しい、なんかずっとツアーやりたいって言ってたもんね。嬉しい、本当に。やばい、ね。おいしいものいっぱい食べれるよ、きっと。え、食べたい。食べよう。食べたいね。いや、食べよう。本当に。こんなんご当地の、うん。美味しいやつ食べたいもんね。いや、食べたい。食べるしかないよ、ね。食べるしかないよな。うん、本当に。打ち上げとかでね、美味しいもの食べたい。打ち上げしたい。だって4回もワンマンあるんだよ。そうだよ。そんなんするしかないんだよ。何なんだよ、うちら。まだ始まってもないんじゃない、頑張ります。ということでですね、まあ、うん、グッズとかもね、なんかいろいろ出たらいいよね、うん、そうだね、そう、なんかそのさっき言ってたのは、うん、なんかその場所ならではのこととかがやりたいなってみんなで話してて、うん、そうだね、うん、やりたい、やりたい、ライブとかも全然違う内容になったらいいなって思ってるのでね、うん、まあ、地方に住んでる方はもちろん、まあ、気になる方はぜひぜひ来てほしいなって思います。そうですね。そんな感じのお知らせでございました。うん、うん。みんな、楽しみだね。楽しみ。夏から秋に向けて。なんだよ。すごいね。今日めっちゃテンション高い感ね。本当？うん、うん、ありがとう。はい。というわけでですね、今回は私たちからのお知らせのお話でした。はい。ではここで一曲お届けします。私たち空飛ぶ魚のナンバーで、眩しい。空飛ぶ魚の飛ばなきゃソンソン。好きなものは好き。
毎週このコーナーでは番組を聞いてくれているリスナーさんに自分が好きなものを猛アピールしていただき、私たちお魚メンバーにその熱き思いが届くのかをお魚指数で数値化していきます。最終的にどのくらいその思いが伝わったや共感できたといった度合いをお魚指数1から100で発表させていただきます。はい、はい、ということで、それでは番組に届いたメールをご紹介します。あよ、はい、ラジオネーム、なんだこれ、いいゆうたなのお呼びでいいと思う、あ、いいのいいゆうたな、あははんさんからこれはもう分かんない、さんからいただきました。好きなもの、それはお風呂掃除です。あ、もうなるほどね。体を洗ったりシャンプーしてるときに壁や床にん？曲げて？え？曲げて？体を洗ったりシャンプーしてるときに、おう、あれちょっと待って、おや？とりあえず読むね。うん、体を洗ったりシャンプーしてるときに壁や床に何これ？水垢？水垢を見つけると浴室用のブラシでゴシゴシ始めてしまいます。すると次から次に汚れを見つけてしまい止まらなくなるのです。はい、母は喜ぶのですが。妹は早くお風呂から出てと怒ります。ですが汚れが気になるのはお風呂だけで、部屋の掃除はかれこれ3年はしていないと思います。やばくね。あ、ちょっと言うとお風呂の汚れが気になり、綺麗なお風呂が好きなこの気持ち伝わりますよね。え、違う、それ以上にツッコミどころが多くて分かんなかった。いい、まず一つ目ね、うん、なんでさシャンプーとかしながら掃除するのそれなんだよね。風邪ひきそう。それなんだよね。え、なんかさ、せっかくさ、自分の体綺麗にしたのにさ、掃除したらさ、意味なくない？やばいよね。面白い。これ本当に合ってる？大丈夫？大丈夫なのかな？突っ込んでほしいんじゃない？あ、そういうことか。あ、まあ、うん、じゃあ。あー、律儀に突っ込んじゃった。負けだな。ショック。まあ、そうだよね、なんか。え、うん、ていうか、お風呂の汚れが気になりっていうのは、うん、正直に言うよ、うん、マナはお風呂掃除とかやらないから、うん、わかんない、全然わかんない。まあ、水場、お風呂場だけなんだ。だね、わかんないね。ね、ね、でもなんか一個見つけたらどんどん汚れたところを見つけて気になっちゃうっていうのはわかる。その部分だけはわかる。そう、なんかお風呂場じゃなくて、うんうん、まあそうね、うん、なんか、うん、そう、お部屋の掃除っていうか、なんか模様替えとかそういうのでだったら次々やっちゃうけど、うん、気になったらね、やっちゃうっていうのは分かる。汚れとかは、うん、私やんなくてお母さんがやるから、あんまり汚れてないんですよねっていう。正直あんまねないんだよね、うん、どうなんだろうこれちょっと待って違う、最後よ。いや、それなんだよね。やだ、もう3年ってすごくない？3年でかいよ。ちょっとやばいよ。やばいよね。これは何？真面目に受け取っていいやつ？え、掃除してないっていうのは自分で掃除してないけどお母さんが掃除してるとか。てか、汚れの話でしょ？ってことはやばいよね。うん、さ、生理とかじゃなくてさ、汚れの3年はやばくない？ほこり？ほこりってことだよね。やばくない？これ、やばい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 。心配になっちゃった。見ないよ、なんか結構、すごいの来るんだもん。てか、お風呂はもうお母さんとかに任せてさ、自分の部屋は自分でやりなよ。一回、全部済ませて、妹にもう先にお風呂入ってもらってから、やりなって。確かに、妹さんにまずお風呂先に入ってもらう。そう。そうだね。最後に入る。最後に入るぐらいの。最後に入ればいい。うん、で最後もう一回ちゃんとお風呂入って、うん、っていうか早く部屋の掃除してほしい。いや、そう、それね、それよりも早く、ね、ちょっと気になっちゃったよ。しなさいよ。指数どころじゃないもう指数1です、これ。こんなの1です。こんなの1だよ。まあ、確かに、ね、1って言ってほしいんだよ。まあ、確かに綺麗なお風呂が好きなこの気持ちは分かるね。そうだね。じゃあ2にしてこう、うん、だからその一個やっちゃうと、うん、止まらなくなるっていうのを共感の部分、うん、そこの部分の共感だけで1 プラス1。あ、2だ2だ2 超なんかすごいことになっちゃったね、うん、うちは厳しい。うちは厳しいな。厳しいね。うん、そうだね。やっぱ厳しくいかないと。厳しくいかない、うん、はい、ということでですね、じゃあいいですね、それでは発表します、はい、いい湯だなあはんさん
さんの好きなものは好き、お風呂掃除に対する熱き思いはお魚指数2です。というわけで好きなものは好きでした。ではここで一曲お届けします。私たち空飛ぶ魚のナンバーで燃えない呪文。空飛ぶ魚の飛ばなきゃ損損。苦手です、考えてください。え、どうしよう、待って、何やってないの。東京浜松町の文化放送からお届けしている空飛ぶ魚の飛ばなきゃ損損。ではここで番組に届いたメッセージをご紹介していきます。はい、岩手県ラジオネーム時蔵かっこ高2さん、こんばんわんこそば100杯。100杯あ、そこなんだ。こんばんわんこそばじゃないよね。100杯ね、はいはい、早速ですが質問です。自分が家に帰ってから何をしている時間が一番長いですか。僕はよく親から携帯ばっかりいじってるんじゃないと叱られます。まあ確かに見るとはなしにインスタやツイッター動画などを開いてはいるのですが、ぼーっとって感じです、うん、家にいてやることって何があるのでしょうか。うーん、なるほど、なるほどね。あ、でもわかる。あのさ、携帯とかってさ別に 見たいものは別にないんだけど、うん、開いちゃう、うん、なんかさ、もうさ携帯が手のひらに溶けてくんないかなって思う。なんか持つのがもうもはやめんどくさいの域に入ってきた最近。なんかやばい、末期だよね。本当なんか連結、手のひらに連結結構末期する。マジで、え、でも全然楽じゃない、落ちないじゃん、ね、だって。まあ確かに、もう、まあ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 、なんか携帯私もめっちゃいじっちゃうんですけど、最近それで触りすぎて、だから携帯嫌いになってきちゃって。え、わかる。もう絶対イライラするの。こいつのせいで私の人生狂ってるって。なんかしかもさ、いじってる自分に対してもイライラしてたな。そう。なんでイライ、今いじってんの私って思っちゃうの。でも絶対やることないの。そう。そう。そうなの、イライラしちゃうの逆に。そう。だからもうめっちゃ、もう一生触りたくないと思ってる今。触っちゃうんだけど。どっちにしろイライラしちゃうよね。本当にそう。いや、多分携帯なかったらもっと明るい性格だった。それはあるかな。携帯に振り回されてる。るね、うん、え、だから、携帯以外でってことでしょ。家にいてやること、うん、え、お風呂入って、ご飯食べて、寝る、寝るのが一番いいんだよ。寝るのマジで最高。そうそうそう。最高。ね、でも寝すぎるのもね。あれは私は友達と電話とかするときある。ああ、いいじゃん、電話。うん、いいね。電話、まあ、電話したところで特に喋ることもないけど、うん、無言とかでも、そう、なんかいいんじゃない、うん、いいんじゃない、適当。いじんないじゃん、そしたら。うん、電話したと。まあね、いじる、まあいじれるけど、まあ、いじれるけど減るよね。そうそうそう、喋りに集中すればそんな、うん、じゃあビデオ通話は、あ、それなら、うん、でもさ結局いじっちゃうの携帯、まあ、まあまあ、え、なんかさっき思ったの、うん、さっきって思ったのはなんかシリーズものを見るみたいな、あのアニメとか、アニメとかドラマ、ね、映画とか、あ、なんか今さ結局動画見る、あ、それもダメなの、やだな、違うのかな、難しい、難くない、なんだろう、まあ漫画、家族と喋る、喋る、大事大事、まあ大事だからね、本読むとか、うん、え、でもなんかね、でもそう考えるとないよね。なんか求めてるものは絶対違うと思う。絶対違う。家にいてやること。ご飯食べてお風呂入って寝ましょう。なんかさ、携帯を超えるものってないよね。ない。ない。なんか何でもできちゃうのもん、携帯。ダメ。本当に良くない。もう。それか、人の携帯を借りる。男の人でしょ、僕はって言ってるから。筋トレとかしてみたら。あ、いいじゃん。ねえ。いいじゃん、筋トレ。いるよね。だって筋トレしてる人。筋トレいいじゃん。うん、携帯いじんないじゃん、きっと。うん。よくない？あれ？で、筋トレして疲れるから寝るじゃん。そう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 。うん、最高のサイクル。え、いいじゃん、私めっちゃいい。天才！ありだよ。筋肉つけてこ。高2でしょ？うん、一番いい時期じゃない？あー、すごい。知らないけど、頑張って、ね。じゃあ、筋トレしてください。あ、いいね。うん。筋トレして疲れたら食べて寝る。オッケー。うん、最高です。最高のサイクル。はい、ということでですね、今回もたくさんのメッセージ、うん、ありがとうございました。お届けしてきました。
さん、そろそろエンディングのお時間です。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。お魚メンバーへの指令、リボーンや好きなものは好き、その他私たちに対する質問や相談事など何でも OK です。メッセージの宛先はアルファベットすべて小文字で空飛ぶ魚@joqr.net です。たくさんのメールをお待ちしています。ではここで空飛ぶ魚からのお知らせです。はい、7月の24日にテレビアニメダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2のエンディングになります。セカンドシングルささやかな祝祭がリリースされます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。そして7月から東名半島ツアー天球の地図を開催します。はい、はい、ラジオを聞いてくださってる皆さん、初めての方もぜひよかったら遊びに来てください、うん、その他詳しい情報は空飛ぶ魚のオフィシャルサイトやツイッターなどで確認してみてください。はい、ということでお別れの時間になってしまいました。今回の放送はどうでしたか、はい、なんか、うちらは心がつながってるから愛子がいっぱい出たんだね。なるほどね、うん、すごいねって思った。さすがさすが。そうだね、うん、多分、うん、その質問がさ、うん、質問じゃん、うん、そうだね、質問予防、みんなの予防だから、うん、気持ちが集まっちゃった、気が合っちゃったね、気ができたの多分3年ぐらい経てば、うん、あのカメハメハ出せる、いける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 、じゃあ頑張ろう、うん、頑張っていこうちょっと言ったらそういう目違うよ、ダメだダメだ、頑張んない頑張んない頑張んない壊れちゃう、そうだよね、よくないよくないよ、でもあれだよね、こういうのがなくても私たちは多分気が合うから大丈夫ですっていう感じ。まあもうそうだよ、もう。はい、ということで、それでは空飛ぶ魚の飛ばなきゃソンソン、この時間のお相手は神崎風花と山崎真奈と寺口夏香でした。バイバイ。